こんにちは、株式会社アクセルの八田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。八田さんはうちの会社のスタッフなんですけど、コンピューター結構得意な方なんです。ただ悲しいかなWindows 信者なので、Windows 信者というか Windows に普通に慣れてる、八田の意見をですね聞きながら、いろいろお話を進めたいなと思いますので、何から聞きましょうか。ちなみに Windows 歴はどのくらいなんですか。 Windows 歴は10年くらいですかね。お、そうそう、熟練校ですね、もうね。そうするとアプリケーションなんかもっぱらアクセル、ワードとエクセルが。そうですね、あとパワーポイント、パワーポイント、アウトロック、参照紙。なるほど。で、10年ぐらいもう使いに。そうですね。Mac なんか意識したことは全くないです。全くない。 Mac が出始めた頃っていうのは、本当デザイナーの人が使うソフトっていうイメージで、インターネットが使えるのかさえも正直わからなかったので。だって多分10年前って iMac が出た頃なんですよ。そうです。 iMac ないよ、だってインターネットないじゃないか、いまだに謎なんですけど、それでインターネットすら使えないんじゃないかと思ってました。そうですね。なるほど、なるほど、わかりました。じゃあそうですね、この企画を作るにあたって、僕もいろいろ出したんですけど、この企画っていうのは Mac を使ったことない人、社長ですね、社長に対して、いや Mac いいですよと、 Mac 使いなさい、 Mac 使いましょうよっていう、私も佐藤先生の弟子としてですね、その Mac の普及活動に努めてるわけなんですけどでも今本当にタイミング的に iPhone が流行ってきたりとか、 iPad が増えてきたりとかで、結構 Mac を気にしてる人は多いんですよ、社長で。で、こういう今度こう Mac 講座やろうと思ってるんですけどって言ったら、本当にそれ俺ぜひ聞きたいっていう、ぜひセミナー受けたいっていうのを本当にたくさん声いただいたんで、こういう話やってるんですけど、操作がどうだっていう前に、その最初の疑問点っていうのは、やっぱどんな、僕は結構チャレンジャーな方なんで、移りたかったんですよ、正直。3、4年かかったんだけど、移りたかったんだけど、僕の場合、やっぱ一番引っかかったのは、今の仕事に支障が出るじゃないかっていう、それが最大でしたね。だからそれに対しての支障が、あと八田さんはなんか、とりあえずさ、まず普通の社長さんが思われてる支障の部分なんですけど、企業に勤めてその10年来お使いになってるっていうことを聞いたんですけど、大体お使いになってるのがインターネットエクスプローラーと、アウトロックエクスプレス、あと、普通の通常業務でパワーポイントとエクセルとワード、大体この5つが中心だと思うんですけど、この5つは全部Mac も揃ってます。オフィスっていう形で、そのソフト自体が揃ってる。ソフト自体は揃ってます。そうですね、ですから全く問題なく、そのまま Windows のファイルが開きます、だからその点では何も問題ないです。だったら何しに Windows から移る必要があるんだっていうと、そのマイクロソフトのそのオフィスの Mac 版を作ってるところって、マイクロソフトのもう Mac 信者が詰め寄せてるところなんで、Windows と若干操作性が違うんですよ。でもっと言うならば、オフィスのその歴史を言うと、Excel そのものがもともとMac 上で開発されたっていう元祖がいうのがあって、操作性についてもその、なんか特別なことがあるわけじゃなくて、すっきり映れますよと。で、映るメリットはっていうと、まず動作が結構高速であるっていうのと、はい、表示や何かがですね、非常に美しい、目に優しい、はい、フォントが美しいっていうところがあって、あとですね、そのカット&ペーストとか、はい、コピー&ペーストが極めて秀逸、そうですね、シームレス、その境目なくいろんなアプリからさっさとそのデータの移行ができるんですよ。これお見せしないとなかなか分からない。これはね、ちょっと見てもらわないとね、多分分かんないですね、いくら言っても、例えば Excel で、デザイン、表を組んで、その中にその写真組み込んでっていうような表を作ったときに、申し訳ないんですけど、Windows の場合は、その通りに出力されないことが多いんですよ、色にしても、レイアウトにしても。でも Mac の場合は全くそのまま出ますんで、後でその修正作業が一切必要ない、なんていうところから。